1859年の書籍に描かれたアナトテ。アナトテは、ベニヤ民族の相続地から、レビジンの町とされた48の町の一つで預言者、エレミヤの出身地として、有名な町である。新共同約聖書では、アナトトと表記する。アナトテの地名は、カナンの重要な女神アナトと関係して、イスラエル人のカナン侵略以前は、アナト礼拝の場所であったと考えられる。 現在のエルサレム北東4キロメートルのラスエル、カルルベの遺跡であると言われる。エリの末裔の最後の祭祀であるエブヤタルは、アナトテの土地を所有していたので、ソロモンにより、祭祀を免職になった時にこの町に住んだ。アナトテは、預言者、エレミアの出身地として有名であり、エレミアの活動においては重要な拠点であった。エレミアの初期の伝道活動は、アナトテでなされた。 アナトテの住民は予言活動をしたエレミアを迫害した。新バビロニアの軍隊がエルサレムを攻撃する前に、エレミアはいとこからアナトテの土地を購入した。このことにより後に起こるバビロン捕囚からの回復の希望を予言した。バビロン軍の攻撃によって略奪され破壊された。しかし、バビロン捕囚の後に128人のアナトテの元住民が帰国し、 ベニヤ民族が復興した。エズラキ2章23節、ネヘミヤキ7章27節、ネヘミヤキ11章32節。ありがとうございます。